どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ジャッキングジャックアトラスのエンターテイナージャックアトラスのねデッキが強化されましたんで、これやってみましょう。何かこれ、あの新しいイベントでフーライオーワイルドワインドっていうね、このモンスターが追加されましたけども、このモンスター結構強くてですね、自分のフィールドに攻撃力が1500以下の悪魔族モンスター、悪魔族チューナーが存在する場合、手札から特殊召喚できるよっていう効果と、これこっちの2が強いの、丸2番が、墓地のこのカードを除外してデッキから攻撃力が1500以下の悪魔族チューナーを手札に加えるということで、あの後続のチューナーを持ってこれるっていう性能を持ってるんですね彼は。で、要はレッドリゾネーター と、24でシンクロレッドライジングできるし、あと、使った後に次のターンですけどワイルドワインド除外してこれ持ってこれるんですよ。これなんかね、漫画版のねジャックアトラスのカードらしいわ。俺漫画読んでないからさ、わかんないんだけど、結構強いワイルドワインド、割とやっぱ簡単にやっぱレッドリゾネーターを、サーチできるっていうのが、この辺のウィッチとかもと、ワイルドワインドとかと入ってるから、結構まあこの24持ってくらいに揃えるっていう、まあ要はゲームなんですけども、このデッキ結構いけます。まああとは強いわな。とこれね、これ前もやったかもしれないですけど、シンクロコール結構強いんだよ。この24が簡単にできるようになるとシンクロコールがすごい生きてきて、レッドデーモンズがなんか破壊されそうなったらベリアルに変えたりとか、あとライジングをレモンに変えたりとか、結構いろいろできるんですよね。なんでこれすげえ強いと俺は思います。であれデモンズチェーンはこれキングのカードだから、これはねジャックアトラスのカードなんですよ。デモンズチェーンってプレミアム加工3枚ってね、かっこいいでしょ。というわけで早速ね、今日はエンターテイメントデュエルやっていきましょう。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならないから、デュエルスタンバイ。ワイルドワインドかっこいいわ、このモンスターかっこいい。やっぱりなんか漫画版で満足さん戦で使ってたカードらしいわ。漫画版で、漫画版読もうかな。俺漫画版読んでないんだよな、まあ、アニメもね、俺大人になって1回だけ見たことがあるだけなんで、ちょっと知識が浅いんで、もう1回ちょっと見ようかなって思ってるんですけど、時間があれば。砂時計が1ミリも光りません。これでも光りません。あー、これでも光んないか。なんだろうな、摂理とか選抜とかそっち系かな。ここで光んないとなるとサンダーブレイクではないで、因果切断か摂理か天罰かその辺か、かまあ、その辺だね、その辺かな。デモンズチェーンズは光るから、そこは全く問題はない。ブレインは止めるか、デモンズ、あ、そっち、あーなるほど、そっちは止まんないわ。あし、手札からですか、あー出来方ですか、はいはい、なるほどなるほどなるほど、シンクロがしてっていうことなんかな。でまあオルタラになるで、オルタナ効果でモンスターを破壊してくる、全く問題がない。いいだろう、いいだろう、いいだろう。黒木森のウィッチの効果と黒木森のウィッチの効果によって、僕はデッキから攻撃力、違う、守備力が1500以下のモンスターを一体手札に、あ、摂理が、なるほどな。いやーちょっと辛いが、まあ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 、あ、強っ、強い、強い、キルカード、手札から消えるカード、つえやばいぞやばいぞ、大丈夫か、この罠3枚で止まるか。スピリットドラゴン来た、でエンドフェイズ白キリエル来る、いや相当やべ、ちょどうしよう。でここでデモンズチェーン打ってもあいつ逃げられるから微妙で、でエンドのここの白キリエルに打つしかないか、ここの白キリエルに打つしかない。さあ頼む、ブルーアイズはいるな、ブルーアイズいるな、なんかゴリハンやからそれは。白きレールだし、デモンズチェーン、チェーンリリースはマジでゴリハンやから、ちょっとやめて。はい、で太鼓の日差しいいよ、オッケー、魂魂魂見せろ、頼む、ジャック、キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。ちなみにデモンズチェーンもキングのカードですからね、これジャックアトラス先生のカードですから。さあデモンズチェーンの効果発動、これはスピリットドラゴンの効果だと思いたい。あぶねー、セーフ、一回セーフ、一
旦セーフ、一旦セーフ。レッドリゾネーター来た、ナイスナイス。レッドリゾネーターを召喚、レッドリゾネーターの効果発動、手札よりレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚できる。さあ変身するか、いけ。フーライオーワイルドワインド、そしてレベル4のフーライオーワイルドワインドにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす、道を照らし出せ、シンクロ召喚、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動、墓地のリゾネーターチューナーモンスター一体を特殊召喚できる。さあ現れよ墓地より、再びレッドリゾネーター。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。これは止められませんよね。レッドライジングの効果なんで、これはレッドライジングの効果で、あ、スピリッツドラゴン変身、なるほど。何を経過した？でスピリッツドラゴン変身していく、でレベル2のレッドリゾネーターを特殊召喚する前に、まあ、銀竜だよね多分ね。 OK、 銀竜が特殊召喚されていく。さあそしてレッドリゾネーターの効果発動、フィールドのモンスター一体を選択し、その攻撃力分のライフポイントを回復する。さあライフポイント戻ってこい。よーし OK。 そしてレベル6レッドライジングドラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。様にデュエルとはどういうものかを思い知らせてやろう。王者の鼓動、今ここに列をなす天地明道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そしてレッドデーモンズドラゴンの攻撃力をアップさせる、キングオブデーモン高ぶるぞ。俺の魂がバトルアブソリュートパワーフォース、かっこいいかっこいい、レモンかっこいい。キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。でこれね、シンクロコールが結構強いんですよね。シンクロコール結構強くて、そのサクリファイスエスケープに使えるんですよ。しかもなんと打点が上がるっていうね。さあホワイトオブジエンシェントの効果発動で、墓地のオルタナを回収。いいだろう、いいぞ。ブルーアイズはあるのか、ブルーアイズはあるのか、あるんかーい。強い、元からあったんかな、今引いたんかな。あったらでも変身するような、デモンチェーンで。まあいいや、オルタナの効果発動か。対象はフン、シンクロコール発動。俺は墓地のモンスター一体を特殊召喚し、フィールド上のモンスターと特殊召喚したモンスターでシンクロ召喚を行う。俺はレッドデーモンズドラゴンにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。見せてやろう、大山明道山を裂き、地の炎とともにその身を晒せ、シンクロ召喚エンマ竜レッドデーモンベリアル3500打点、3500だ、3500困るだろうレッドアイズ。さあこれが我が魂だ、新たなる我が魂、貴様に見せてやる。よしエンドフェイズいいだろう、ドロー。グライフ最強カード来た、最強だったわ、最強だった。俺は墓地に存在するフーライオーワイルドワインドの効果発動、デッキより攻撃力1500以下の悪魔族中な一体を手札に加えることができる。そして行くぞ、キングのデュエルがエンターテイメントであるということを分からせてやろう。俺はレッドリゾネーターを召喚し、レッドリゾネーターの効果発動、手札の会長が誰やねんモンスター、会長グライフを特殊召喚。そしてレベル4会長グライフにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ、シンクロ召喚。再び現れよ、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動、墓地のレッドリゾネーターを特殊召喚し、レッドリゾネーターの効果も発動、
レッドリゾネーターはピエドラモンスター1体を選択し、そのモンスターの攻撃力分のライフポイントを回復する。3500ライフを回復だ。そしてレッドデーモンベリアルの効果、ピエドラモンスター1体をリリースし、墓地よりレッドデーモンモンスター1体を特殊召喚できる。再び現れよ、レッドデーモンズドラゴン。見よ、これが新エンターテインメントデッキだ。キングオブデーモンの効果によってレッドデーモンベリアルの打点を4500にアップし、バトルフェーズに移行する。いけ、グレートサミットブレイカー。自分ダメしていいですか。聖遺物を巡る戦い発動は、うわー、キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、エド・フェニックスプロデュエリストですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、プロデュエリストさんよ、分からしてやるぜ、俺が最強だということをな。ギャラクシアやめろって、そういうことすんの、すぐやめろよ、そういうことすんのやめろ。マジコズミックサイクルぐらいいいか。あー、くそ、一生やるじゃねえか。ドロー、殴らして、殴ってくんないのはちょっと話は聞いてないぜ。何デッキだギャラクシーサイクル、何デッキだこれ。あ、月光か。月光、これ攻撃表示にしたらやばいかもしんねえな、これ。あ、でも大丈夫か、さすがに。いや、でもこれ、あ、カイトロイドある、カイトロイドかなんかある、多分大丈夫。え、これ融合できないでしょ。でも1枚カイトで黄色緑がなければ多分融合できないから。あー、なるほど。ちょっとワイルドビート、今ワイルドビートになってます。今ワイルドビート、完全なるワイルドビートで、コズミックサイクロンが来た、コズミックサイクロンは来た。で、これチェーンが何もないんだよな、何もないんだよ、何もないんだよな。でも一応除去するか、グライフでいける可能性はあるが。そのカードは何ですか。もう一回それで、レッドリゾネーターを召喚し、レッドリゾネーターの効果発動、手札のレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚。そしてこれは、こっちだな。レベル4ワイルドワインドに、レベル2レッドリゾネーターをチューニング、レッドライジングドラゴン、レッドライジングドラゴンの効果。これ何回見てもかっこいいよね、これ。レッドライジングドラゴンのこの効果かっこいい、これ、これかっこいいね、これマジかっこいいよな。で、こっからレモン行くってさ、これなんかさ、 5Ds 感じゃん、 5Ds 感あるよね、めちゃくちゃ。で、こうしてレッドライジングもう1体出して、レッドライジングの効果発動。さあ行け、レッドリゾネーターで、回復する効果単一か、回復する効果は単一、レベル6レッドライジングドラゴンに、レベル2レッドリゾネーターをチューニング、見せてやろう、キングのデュエルはエンターテインメントでなければならない。王者のことを今ここに列をなす、天地冥土の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。よーし、ちょっとベリアル出せませんでした、すいません。さあ、お相手の方、天井院アスカ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー、結構強そう、なんか結構強い、結構これは強いな。で、黒木モリノビッチを特殊召喚、そしてレベル4の黒木モリノビッチにレベル2レッドリゾネーターをチューニング。結局ね、あれなんだよね、レッドリゾネーターが来てないと始まんないっていうデッキだから、マジでレッドリゾネーターがあることによって安心して戦えるって感じかな。まあ本当はね、サイキックリフレクターっていうやつがね、一番強いんですけど、8出すんだったら。けどこうやっとくと、シンクロコールとかでレッドデーモンベリアルとか、まあ、レッドラジングドラゴンからのレッドデーモンズとかができやすいんで、ライフも回復できるしね。結構ね、やっぱそのこの24シンクロ軸は結構いいと思う、ジャックを使うにあたってはね。さあ、王者の鼓動は今ここに列をなす、天地冥土の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。そしてカードを1枚セット、スキル発動、キングオブデーモン。ふん、行くぞ、アブソリュートパワーフォース、ターンを使用するぜ。
さあ来い、アスカさんよ。儀式のつ、あ、やべ、これ殴ったのプレミか、これ殴った。カオスソルジャー来た、カオスソルジャー来た。挑戦士の方が結構やばいことが起きそうな気配はある。やばいことが起きそうな気配はある。ちょっとやばい、殴ったのプレミくせえなこれ。でどれとどれを、え、ちょっとさ、あのクリムゾンフォックスとかマジやめてくんねえかな。クリムゾンフォックスがこのクセカード怖いっしょ、結構なんだかんだこのクセカード怖いやん。海脈とクリムゾンフォックス来た。この赤いキセ強すぎるんだって、これやばいもん、こっちやってること、これおかしくない、これおかしいもん。回復しとけばよかったやつか、これきつ。どんだけ強い、どんだけ強い。あ、でもそれ元々の攻撃力になると、それ元々の攻撃力になる。あ、関係ねえか、関係ねえわ。もう一回投げるわこいつ、全然関係なかった。殺意がすんごい。